しばらく静養しておけと言ったはずだが。どう動こうが俺の勝手だ。確かにどう動こうがお前の勝手だ。だが物事には流れというものがある。何が言いたい。今この世界は俺の計画した流れに乗っている。そこに内葉佐助という石を投げ込むにはまだ時期が早い。流れを見極めろ。もっと簡単な物言いをしたらどうだ。俺の勝手を許す気はないってな。残念だが、あいにくと俺にも流れというものが見えている。この目にのみ見える流れが。流れの先にあるのはお前じゃない。今の俺に見えているものは一つ。それをなすまで何人も俺を止めることはできない。立ちふさがる者は切り伏せる。俺の邪魔をするな。どうしても先へ行くというのだな。戦闘開始。お前を倒し俺は先に進む。ここより先へは行かず。逃げられるのか。今のサスケの力か。待て、遅い。遅い。どんどん馴染むよ、兄さん。勝負あり。この目は闇がよく見える。そうか、お前は。この手応えのなさ、やはり寄生分身だったか。くっ、奴の偽物を使って俺を止めに来るとはな。なぜ奴自身が俺を止めに来ない。トビにはトビのすべきことがある。第四次忍界大戦、美獣をかけた戦い。もうじき、そうだな、あと数日以内にこの世は戦乱に巻き込まれる。そうか、トビのやつ仕掛けたのか。九尾も八尾も僕たちのものだ。お前が木の葉に攻めてくれや、俺はお前と戦わなきゃならねえ。憎しみはそれまで取っとけ。そりゃ全部俺にぶつけろ。お前の憎しみを受けてやれんのは俺しかいねえ。その役目は俺にしかできねえ。俺もお前の憎しみを背負って一緒に死んでやる。何なんだ、てめえは一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。俺もお前のところに行くとしよう。戦乱の中にあろうと、この目はお前を逃しはしない。教えてやる、お前の考えがいかに甘いものなのか。俺の憎しみがいかに深いものなのか。
行かせんな。やめ！次はお前だ、ナルト。